今日は家康楽市と家康公祭りが開催をされています。毎年本当にたくさんの人出で賑わっていますが、今回は来年の1月から大河ドラマが浜松を舞台で行われるということで一段と盛り上がっています。ぜひ皆さんも浜松城公園に遊びに来てください。ちなみに自分の子供たちも今ふわふわ家康くんで遊んでいます。それでは。